キノンメチドは、シクロヘキサジエンを含む強弱な有機化合物で、缶の外側に、カルボニル元とメチレン元などの二重結合を含むアルキル元を持っている。キノンに似ているが、キノンでの炭素、酸素間二重結合の一つの酸素原子が、炭素原子に置き換わっている。カルボニルとメチレンは折ると、または、パラの配置になる。メタ体タのキノンメチドは、短時間のみ生成する。 テトラシアの木のジメタンは有機酸化剤である。キノンジメチドは、キノンの酸素原子が両方ともメチレン元に置き換えられたものである。テトラシアの木のジメタンなどがよく知られている。キノンメチドは、キノンにより極性が高く、反応性が高い。単純なキノンメチドは、寿命が短い反応中間体で、他の嗅覚剤と速やかに反応してしまうため、管理されない。 ただし立体障害や電気的特性により単にできるだけの安定性を示すものもある。キノンメチドやその誘導体は生化学系においてよく見られる構成要素である。キノンメチドはチロシンの分解により発生し最終的にピークレゾールになる。様々なキノンメチドがリグニン化に直接関わっている。多くのキノンメチドが生理活性を示す。細胞毒性があるため、 抗がん剤や抗生物質、DNA のアルキル化剤に使われてきた。反応性の高いキノンメチドの酸化が、フェノール系抗がん剤の作用機構のもとになっている。セラストロールの構造式プリスチメリンの構造式、セラストロールは、台湾クローズルとセレストラスリゲリーから単理されたトリテルペノイドキノンメチドであり、アルファトコフェロールの15倍の抗酸化性を示し、抗炎症薬や、 抗がん剤、殺虫剤としての活性を示す。セラステロールのメチルエステルであるプリスチメリンは、ジムネスポールやヘタラファラから単理された、トリテルペノイドキノンメチドで、抗がん剤や抗ウイルス薬としての活性を示す。プリスタイモランは、精子のカルシウムチャンネルを阻害することから、避妊薬としての効果もあることがわかっている。タキソドンとタキソジオンの酸化還元反応。 マイテノキノンの構造式、タキソドンと、その酸化体であるタキソジオンは、ラクーショウ、ローズマリー、いくつかのサルビアなどの植物から見つかり、抗がん剤や抗生物質、抗酸化物質、殺菌剤、殺虫剤、そして接触阻害物質としての活性を示す、ジテルペノイドキノンメチドである。タキソジオンの異性体であるマイテノキノンは、生理活性を持つキノンメチドとして、 メイテネスディスパーマスから発見された。ケンドマイシンの構造式ケンドマイシンは、ストレプトマイセスバイオレイソルバーから単離された、抗ガン剤及び、マクロライド系抗生物質の機能メチドである。イットハズポトンとアクティビティアズアン、エンドセリンエンドセリン受容体気候剤や、骨粗しょう症の薬としての活性がある。イランサーリド a 3イズは、 チットノフがソンクチというバクテリアから得られるキノンメチドで抗菌活性を示す。抗菌活性を持つキノンメチドは20エピアイソゲスターナル6オクシスイスイゲスターンアイソゲステリンやアイソゲスターナルワーなどがサレシャマッテーガスカリーンシスから見つかっている。キノンメサイドチンゲノネやネゼワロッコイナルはサレシャパトネンシスから管理されているノートリッターパノイドキノンメサイド。 アマズーキノンとマイナス7ヒドロキシマイナス7 8大ハイドローチンゲノネは、メイテネスアメイザーニカか,から単理された。構成物質のキノンメチドである1 5ァヒドロキシプリスチメリンは、南米の薬器であるメイテネススキスイズから単理された。キノンメチドは、ホートケミケルディハイドレーションオブオー、ヒドロキシベンジルアルコールを、光科学的に脱水して得られる。キノンメチドは、 旧電子的なマイケル負荷自用体であり、通常他の嗅覚剤と速やかに反応して還元される。機能メチドは、強約している化合物だが、方向性はない。大抵強約負荷が強約を壊す。還元により、方向性が復活すると同時に、強約が壊れる。ありがとうございます。